モンスター討伐、はい、あのやっていきたいなと思います。討伐しましょう。うん。レベル20はもう討伐されてしまった。早っ。マグロのお刺身はマヨネーズで食べると美味しいよ。もう一回取った方がいいかな。どうも始まりました、ゴージャスのことです。私ゴージャスでーす。アシスタントはヤキューでーす。ヤキューマグロのお刺身はマヨネーズで食べると美味しい。食べたことないから今度やってみるね、うん、基本マヨネーズで食べると何でも美味しい。そうだよね、マヨネーズは美味しいよね。結局美味しいということで、わかる。はい、クラゲーあーい。さあ、今日一体何やるのかな。はい、今回は、うん、サーモンズボード。さあ、サーモンズボード。前回は、うん、私たちのキャラを発生に作って、はい、知ってるのかな、スタッフさんは。いや、まだじゃない。まだ知らないんじゃない。これから揉めると思います。揉めるの。あれはね、はい、ということでね、今回もね、はい、スタッフさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします、もうめきめき私もね、実力をつけてきて、はい、今ちょうどいい感じの力になってますんで。あ、なるほど、はい、見たい。見たいですか。見たいですね。見せましょう。どれだけ強くなったのか。どれだけ強くなったか、ね、見せましょう。よし。じゃあ、うん、早速画面いっちゃいます。はい、はい、ロンより証拠でいきましょう、うん、画面こちらです。ダン。はい、私の端末でございますね。ランクもまた増えまして、畳132、畳は99ですからね、うん、カウンターパーティーもちょっと、ね、安定してきましたね。あ、育ってるんですか。もうこれ今もう最強パーティーです。今ちなみにスキルレベルの方は、はい、ちょっとびっくりしますよ。びっくりする。ほら、3ですよ。あ、すごい。おおすごい。褒められると思うの。やってないと思ってたんです、うん、いやちゃんとね。以上です。なんか分かった気がする。いや、難しいんですよね。あ、難しい、スキルレベルの上げるのすごい難しい。うん、今日はですね、ログホライズンイベントの、はい、モンスター討伐がちょうど始まったばかりのタイミングというところで、うん、モンスター討伐、はい、あのやっていきたいなと思います。討伐しましょう。うん、せっかく、まあ、あのゴージャスギルドでですね、うん、ものすごい強い皆さんに囲まれてると聞いたので、そうですね、うん、助けてもらってますね。ほぼみんながやってくれた、うん、前回は、ね、うん、そうですね、強いんだよみんな。よいしょ、ね、開催中。開催中ですけどね。お、モンスター討伐。はい、今回はまだ何にも手をつけてません。あ、今回ログホラので登場してくる、はい、あのネルレスっていう、ネルレス、はい、強そうですな。このキャラクターがですね、あの本編の方だと、はい、まあ秋葉レイドっていう感じで、はい、その秋葉の街っていうところで、あの、まあ、出てきた敵として出てくるみたいな感じなんですけど、うん、このキャラクターが今回あのモンスター討伐に来たと、おいう感じなので、これを、まあ、あのギルドのみんなで倒していこうと、はい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 、というところですね。そうですね、うん、でも今レベル20。あ、もう20いってるんですか。やばい。あ、これだから最初にそうそうそうやらないといけないんですよね。どん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 強くなってるから、あのうち一回、うちのギルドの一回やめよう。一回やめて、一回メンバーやめて、一回押さえてくれ。現在106コンボ、やばいやばいやばい。ボーナスあと28分。もうオーバーキルも85回なんですよ。オーバーキルってあのこう自分が倒した時に、うん、はい、他のギルドメンバーがもうすでに倒してた時にオーバーキルっていう風な感じなんですけど、それがもうあの85回起こってるってことです。すごいすごいな、みんなすごい強いんだ。まあでも今行かないともっと強くなっちゃいますもんね。そうですね、うん、どんどん上がっていく一方なんですもんね。よし、そうなんですよね。今行きましょう、うん、すぐ行こう。じゃあ討伐準備でお願いします、はい。で、今回編成は、はい、作っていますと、はい、いう感じで、まあ、本性がアタックタイプの強いリーダーなんですね、うん、でそれと合わせるように、アタックタイプで、はい、ゴージャスさんの方も、編成を組んでますと、はい、で今回あえて、ニンギルスをゴージャスさんの方のリーダーにしてるのは、うん、攻撃タイプは、コンボ関係なく攻撃力が何倍みたいな感じのリーダースキルなんですよ。この場合って両方のリーダースキルが掛け合わせになるんですよ、うん、
なんでこの場合だと、6.4 倍 ×2.3 倍っていう感じなんですね。これはこれが、ね、あの数字が大きいからといって、はい、アタックタイプの 6. 点何倍とアタックタイプの、まあ、6. 点何倍みたいな感じにすると足し算になっちゃうんですよ。おだけどこう上がり方の種類が違うリーダースキルを組み合わせることによって、うん、あの倍あの掛け算で計算できるんで、まあ、強くなると。これはいいことを聞いたね、諸君。スタッフさんが言ったんだよ。みんないい情報を、知らなかったでしょ。知ってたか。補算は知ってました。知ってる方もいるかもしれない。じゃあこれで、はい、討伐していきましょう。はい、それでは行きましょう。討伐開始。全力。全力。これ1個ずつでいいんじゃないですかね。1個1個まずはこれレベル20はもう討伐されてしまった。早っ。 今の段階ですか。もう今討伐されてました。今喋ってる間討伐されちゃったみたいな。やばいやばいやばい、急ぎましょう。もう平成は組んでるんで、そのままさささっと、はい、21になった。はい、じゃあもう行きましょう。討伐1個。すげえね、落ち着きたまえ君たち。いやもうみんな頑張ってるんだ、すごい。カウンターパーになれてしまったんだから、ちょっとなんか忘れてしまったな。アタックタイプはコンボを組んで戦うのが重要なんですけど、はい、ネルレスが、はい、16コンボ以上で攻撃すると、うん、差し込みスキルを使ってくるんですよ、うん、なので、まあ、あえてコンボ数を減らしながら、攻撃力の強いメンバーで殴っていく。ほう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 。なんで本世で、積極的に殴っていって、あとは他の人でまあほどほどにコンボを稼ぐ。ほう。じゃあもうどんどん、じゃあもうどんどん行っちゃっていいと思います。ちょっと私流でいきますからね。はい、はい、ターン数10ターンの間に沈めなければいけないんで、うん、10ターンか。こっち、ちょっと一回私流でいきますよ。はいはい、こっち。まだそんなにすごい強敵にはなってないはずですね。本当ですね。はい、おお、受けた。ほら、来た、ね、おー、初見ですかね、私ね、お客さん、うん、お客さん。お、いいところですね、動けなくしてますね。痛いよ。うん、大丈夫。大丈夫、まだレベルが低いんで全然戦えます、ね、もう来ますよ、もう来ますよ。ほら、24。おどうした、うん、強い。ムーバルブアーム、このまま押し切りますよ。はい、矢印も斜めに逃げそう。閉じます。斜め、逃げないでしょ。下閉じといた方がいい。本線の下をこっち閉じますか。あ、そうですね。はい、矢印は変わらない。 OK。 いやー強い。おー、全然効かない。なんともない。痛い。アタックタイプなんで、はい、殴れば殴るほど自分も回復していくんですよ。おー、そうと思った。いいですね、便利ですね。全然誰もいない。こっちは、これは、自分の攻撃力、はい、を上げるので、はい、まあ、使える時に使ったらいいスキルですね。まだいいですか。いや、今はもう使っちゃっていいと思うんですよね。残り半分ですからね。縦1列前後、あー、かぶって、これ一回下げます。ジャバ、いや、下げなくていいんじゃないですかね。もうだこれだけでいいですか。じゃあ、こっち OK。よし、行きましょう。おー、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 ボタン。倒した、倒した。オッケーな。まだまだいけそう。まだまだいけますね、うん、しかも今回これって、今エピを、お、
オーバーキルですね。オーバーキル、はい、リアルタイムにまたやってる方が、せっかくなんで、はい、今もう AP 戻ってきたので、はい、全力で今度はですね殴ってみましょう。どれぐらいこう火力が違うのか。あー確かに AP をあの3つ消費すると攻撃力が4倍になるんですよ。すごい話ですよそれは。さあこれでいきましょう、はい、討伐開始で4倍、全力頑張れ討伐いきましょう。さっきのゴージャスさんも強かったんですけど、はい、次は攻撃力4倍なので、もっと強い、もうすぐ倒しちゃうかもしれない。すぐ頑張れ、いきましょう。おアップしまくりです、これ。おー前はレベル1の時これぐらいで、最初のあれで半分ぐらい減ってましたすごい。さあ、まあ手は同じですね。攻撃よりも陣形ですよね。斜め、あ、前に来たな。パリン。ほら前に来ちゃった。あれ。アンズルごと流れ。あ、これはあれですね。下に下がってくるやつですかね。下に下がるまで待つ。下がるように仕向ければいいね。あ、いいですね。いいとこですね。ゴージャスさん確実に上手くなってますね。おお、うん、褒められてる、うん、すごい、来た、うん、僕、ちゃんとやってますからダメージもやっぱりさっきよりかなり早いですね、うん、減らすのが。そうですね、これ多分すごいことになると思います。これでじゃあ、削り切ることはできなかったけど、すごい削ったよ。すごいです。もう次で使うまでもないから、うん、ね、もう終わってしまうのではないでしょうか。あ、お携帯置いた。オーケー、すごい。 AP 使うもんだね。どうなったろう、コウ様の手柄になったかしら。あれ23、あれ1293万。あ、あれ、こと、また3つありますね無限増殖ですかこれ。いや、みんなすごい、すごいね。え、オーバーキルボーナスさっき80いくつだったですよね。もう104になってますよ。2000してる間に、どんだけみんな持ってるの。みんなもう無限増殖状態でこれ来てんじゃない。これちなみにあのレベルを見てほしいんですけど、さっき21だったはずなのに、いきなり24になってるさっき勝って22だ、もう2上がっちゃってるわけですねこれね。そうですね、すごい。ゴージャスギルドすごいやる気満々。今、はい、AP 使えてないんですけど、はい、あの与えたダメージは累積ダメージで溜まっていってるので、ほうほうほう、そっちのミッションはもらえるんですよ。うん、あ、さっきもらったやつ。でしかも、強くなってくると、うん、すぐやられちゃうんでダメージを与えづらくなるんですよ、はいはいはい、なので今のうちにこういっぱい入ってダメージを稼いでおくっていうのも一つの手です。なるほど。じゃあ行こうか。無限に無限にずっと。何人がリアルタイムで今やってるんだろう、一緒に。ねえ、ねえ、結構いますよね。そうですね、うん。ゴージャスさんのお得意のカウンターパー、はい、おー、カウンターパーだって10ターンでお披露目、お披露目会、うん、10ターンで、あれ半分になるんですか。でも半分になります。この子がですね、カウンターの、まあ、ものすごく強いと言われているキャラクターでして、欲しいな。9倍、9倍ですね。で、HP も2倍になって、で、攻撃を受けるとあの無条件で2000ダメージを相手に返すんですよ。で、一応この編成なんですけど、はい、エレシュキガル、まあ、あのゴージャスさんの方のリーダーのモンスターは、はい、カウンタータイプじゃないんで、はい、フラマ の, あのフレンドのリーダースキルは、かからないんですよ。かからない、カウンターじゃない。ただ、他のカウンタータイプの人たちの、うん、火力を上げるために、うん、あのバランスタイプで、まあ、あえて、リーダースキルを持ってるエレシュキガルを、はい、あの入れてるというような感じになってます。はい、よし、これで早くしないとまた強くなっちゃうからね。はい、もうもうやっつけない。刻一刻と事態は急変している。じゃあもうこれ使いますよ。これ全力で、全力でいきましょう。いきましょう。よしよし、急げ急げ急げ、いきましょう。全力
オーケー。すごいな、もう5分でガンガン当てる感じだもんね。やばい、すごい。さあ、ターン10の間で、頑張ろう。あ、もう本当に、あ、本当だ。お、クリティカル、あ、スキルブースト、スキルブースト、いいですね。もうこれ、攻撃力2倍。急がないと、急がないと。これもう発動します。はい。そして、もう行くんだ。もう。なんだ。もう詰める方に行くか。いや、くる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 。カウントダウンはないのに時間との戦いっていうのがすごいですね。あるある。やばいやばい。使わなきゃよかったですね、最初。大丈夫。マイロミリアもいいし。マイロミリアもうすぐ溜まります。はい。一歩上に開けて。いや、大丈夫です。これで。下がります。わっ。うわぁ、ダメか。で、下下がってくるから。うん。そして、また溜まってる。早い早い。クラマー、あ、これは発動ターン2、スキルレベルを上げてますね。すごい、すごい。やばい、痛い、うん、下がった、いいとこ来ましたね。おお、憧れのカウンター、カウンターがやられると痛い。カウンター発動しましょう。いきますよ。はい、ここはやり方でいきますね。これよーし、おっ、逃げおったか。ただこっちはな、もう痛んで頼むからな。重心下についてない。ないんだぞ。あのネルです。攻撃力高いんですけど、まあ、比較的矢印少なめなんですよ。ただ、はい、そんなに癖がないんで、狙おうと思ったらカウンタータイプでも狙っていけるっていうことですね。クラマ欲しいな。ダウン。よし、どうさあ、お、あ、違う、切れてた。あ、切れてた。あ、ディケオス溜まりましたよ。ディケオス溜まったら一個下に、そうですね、一個下で、ここで発動じゃないですもんね。チェーンですね、はい、使ってから下に行けば大丈夫です。これで、矢印不十分だけど、どれぐらい当たるかっていうところですね。うーん、です。さあ、おーおー、うん、クラマ強いな。うん、矢印が減った。うーん、ケオスの一番上ですか。ケオス一番上、クリッチコンボ。大丈夫なはず。いける。 OK! あ、さあどうなったかな。お待ちかねの、うん、お待ちかねの結果でございますよ。おお、耐えたダメージがすごい多い。これすごい。さあ、どうしちゃったね。え、行きましたね、これ、うん、あれ、あ、にどういうことでしょう。待って、無限、無限に27だ、無限に遊べる。もう29になった。29、無限に遊べる状態に今入ってますよ、これ。デジャブ、これはね。あれ、これは、うん、でもみんな活性化していい兆候ですね、うん、そうですね、はい、すごい活性化してる。確かに、うん、いいギルド、いいギルドですよ、ね、オーバーキルボーナスがもう143人まで上がりましたよ、これ。すごいな。はい、こんな感じで
いやすごい。なんですかね、このなんだろう、不完全燃焼さがちょっと出てくる。でもまあ勝てるということはね、うんうん、だから僕の場合は今の段階でたくさんやっとかないと後からではもう勝てなくなりますからね、うん、うん、ゴージャスギルドの皆さんもね、お手柔らかにいや、もうやっちゃっていい、もうやっちゃっていいよ、うん、すごい、100、200まで頑張ろう、頑張ろう、はい、そんな感じで、はい、皆さんもね、サモンズボードぜひダウンロードしてゴージャスギルドに入れたら入ってくださいね。はい、過去の映像でもねサモンズボード紹介してますのでね、前回は私とヨキュンの、ね、キャラクターを作りましたんでね、これをいいよ、いい、それいいねみたいな感じのを押していただけると、もしかしたらキャラクター化があるかもしれませんので、よろしくお願いしますですよね、スタッフさん。そんな話あったんですか？はい、じゃあ、後ほど見てもらおうと思います。はい、はい、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。立ててよかったね。よかったね、立てたんだけど、うん、まあでも、まあ、うん、いい、すごい、いいこと、うん、みんなもそういうことあると思う、多分、うん。いいなぁ。カウンターで言うともうこれヨーグルトソースじゃないな。ヨーグルトソースヨーグルトソースバランス否定してください否定してくださいそれがですね、僕も偶然ながら社内でですね、ヨーグルトソースってずっと言ってたんですよ。そうだ、みんなそう呼んでるのかな、うん、ユーザーさんもそう呼んでるんですか、わからないですけど、少なくとも社内では僕だけですね。